こんにちは、速稼塾の久保です。今回のまひめ大学深夜のコソコソ話なんですけども、ナミさんから2つの動画をいただきまして、まとめてこの1本の動画編集に変えさせていただこうと思います。タイトルはですね、YouTube チャンネル登録1000人もいないのに稼ぐという話でございます。これはね、私の話ではないんですけど、私のね、塾生さんの中で何名かチャンネル登録300人から800人の間で、YouTube でコンスタントに利益を上げてらっしゃる方がいます。しかも、この利益を上げてらっしゃる方の取引先ってのが、一般企業であったり、個人であったりっていう風に、理想的なね、取引先を何社か持ってらっしゃって、何社っていうのは会社の社でもあるし、ものっていうね、一人の人を指すものっていうね、両方の意味の社なんですけどもね。さあ、それでどうやって稼いでるかってことなんですけども、基本的にはね、私のチャンネル登録が1万人以上いるわけじゃないですか。ですんで、YouTube でチャンネル登録1万人以上いる、私がね、プロフェッショナルが教える、YouTube 歴10年の私が教える、コンテンツっていうのがあるわけですね。コンサルティングっていうのが。で、こちらの方の販売が最終着地地点になってるんですけども、いきなりこれをコンサルでセールスしてくださいって話ではありません。じゃあどういうことかっていうと、まずね、YouTube をやっていない企業さんっていうのはまだまだ多いわけですよ。飲食店さんもまだまだ多いわけですよ。ちょっと一旦動画切りましょうか。はい。YouTube をやってない会社さんですとか、やってみたいんだけども、まだやってないっていう個人の方、まだまだいらっしゃると思うんですよね。そしてやってみたんだけども、最近やってないなって方もいらっしゃると思うんですよ。そういうふうな形の方を、私はね、01というふうに呼んでます。まだ YouTube が自分のメディアとして出来上がってない、もしくは安定していない。コンスタントに発信できてないって方ですよね。これを01というふうに呼んでるんですけども、私が、ここに目をつけてですね、じゃあ0から1、1を安定させるためにはどんなコーチがいればいいのかなと。私でももちろんいいんですけども、私じゃなくてもできるんですよ。それはまだチャンネル登録が100人とか200人とかね、300人に満たない方でもできるんですよ。なぜなら、YouTube をいまいち自分のものにできていない、コンスタントに発信できてない方って、チャンネル登録100人以下とかね、20人とかそのぐらいなんですよね。だから、モチベーションも上がらないし、何をやればいいのかわかんないし、徐々にやめていくって形になります。ですので、そういう方に対して、例えばね、月に3万円とか5万円のコンサルティング料で半年契約をして、じゃあ、YouTube のチャンネル登録を何人にしていきましょう。YouTube の再生数100を狙っていきましょう。もしくは YouTube の動画アップロード本数を1ヶ月にこれでね、20本とか30本を目標にしていきましょうっていう感じで、伴走してくれるような先輩 YouTuber さんがいればいいわけでしょ。で、こういう方って別にね、銀の盾、金の盾持ってる必要ないんですよ。ほとんどの YouTube で活動してる方はできるわけですよ。ですんでそこに、まずは私の方からどのように集客をすればいいのか、どのように契約をしていけばいいのかってことをコーチングしておりました。で、その中の何名かが、企業さんとかね、知人とかの契約を取れるようになって、最初は3000とか5000でお試しとかだったわけなんですけども、それが、信用を得てですね、頑張ってくださったおかげで、3万円とか5万円のコンサルティング料になるわけですよね。で、徐々に YouTube をやるのが楽しくなってきた、もしくは安定してきた会社ですとか、それから個人の方、こういった方がね、もう本当にね、本業としてこの YouTube をやっていきたい、もっともっと力を入れていきたいっていう風になってきたときに、私が出張る番なんですよ。というのがね、そういった低再生数とか、まずは01を完成させるために頑張ってくださった私のデジタル YouTuber さんが、その時にね、わかりましたと。私の先生で、速稼塾の久保さんって方がいらっしゃるんで、その方はチャンネル登録、1万人以上いらっしゃいますし、高い再生数の動画も作ったりもしてますし、プロモーションも上手だし、それから10年以上、速稼塾っていうネットビジネス塾を運営していらっしゃる本当のプロなんで、その方との契約をお勧めしますねっていうことで私を紹介してもらうんですよ。で、私とのコンサルティング契約はちょっと高いんですけども、契約が成り立ったら仲介してくださった、その01を作ってくださった弟子の方にね、インセンティブを渡すって形で、私ももちろん、速稼塾の塾生さんとして新規でお迎えする方が増えますし、その上でね、YouTube に特化してその方には個人で、どんどんね、教育を施していけばいいのかなって、導いていけばいいのかなってこともありますし、肝心なのがね、YouTube の再生数の低い01を作っている私の弟子なんですけども、再生数自分自身は伸びてないんですよ。で、動画のアップロード本数もそんなにバカバカ増えるかって言ったらそんなに増えないんですよ。月にだから50本とか100本程度しか増えないんですけどね。でも収入はちゃんと上げてるんですよね。なぜならコンサルティングが自分の仕事になってるからなんですよ。しかもそのコンサルティングっていう風なのは、01を作りたい人でしょ。その人が一番実は多いんですよ。だってチャンネル登録1万人とか10万人に行きたいですって人、そんなにたくさんいますかね。私は今ね、チャンネル登録1万4000人いますけども、次の目標はやっぱり10万人なんですよ。でもチャンネル登録1万人をまず突破しないと、10万人のチャンネル登録しようなんて思わないわけですよ。まずは、まだチャンネル登録が10人、20人の方はとりあえず100人だよね。この方が一番多いわけですよね。じゃあ100人に導くため、もしくは YouTube の仕組みを教えてくれる人が必要な人には、そういったコンサルティングとかね。あとは安定して YouTube のアップロードネタを探せるようなアイデアを導いてくれる人。まあ、様々なこういった01のポジションっていうのはいるわけなんですよ。だからそこに対して、別にね、万っていう単位でチャンネル登録が、お持ちの方がやる必要はないんですよね。ですので私はその辺の01を作る YouTuber さんを、どんどんこれからもね、見出していければなと思っております。ということでね、ナミさんの深夜のコソコソ話なんですけども、継続していると奇跡が起こるっていうところで、まあ、返信動画としてはちょっと違うかもしれませんけども、こういった、継続の仕方もあるのかなっていうところですよね。つまりは、01を作り続けて、01を作るプロフェッショナルというね、自分の動画はそんなにたくさん作らなくても、まあね、せいぜい月に50本、100本ぐらいで、再生数もそんなに狙わなくても、広告収入ではなくって、YouTube をやりたい人に YouTube を安定して発信できるような力をつけていく、習慣をつけていくという導き方をするコンサルティングということで、稼ぎ続ける YouTuber さんもこれからもっともっと必要になると思いますので、またよろしかったらね、私のこのプロジェクトに参加していただければなと思います。それではナミさん、道中お気をつけて、いってらっしゃい。